よく考えたら遠距離だけど毎日のようにテレビで自分の彼女を見れる菅波先生うらやましいでも今日はテレビで見ようかなのようなことを言っていたので毎日は見ていないとそういうことにしている菅波先生にも思える。 ねからは見れないけど、ね、やっとワクチンの接種日が決まりました近くの接種会場は空きがないそうで少し離れた接種会場になってしまいましたすでに接種した人に聞くとみんな副反応があったというから仕事の調整とか考えないといけないかなその文脈で僕を見るのは間違ってる体が2つあっても 一つは東京一つは地元の気仙沼であなたの頭の中にトめの僕という選択肢は全く想起すらされていない描かれなかった2年みんなの変化から何があったのか妄想できてしまうのがうまい作りになっていて素晴らしいと思います菅波先生やっぱり男前ツイッター情報ですがトめと気仙沼の距離 どのくらいか調べたら、車で1時間ちょいらしいです。うーん、微妙にですがありかも。今は、結婚の形もいろいろありますからね。そこで一曲、シオンのマチ子。午前5時、電話が鳴る。ただいまお前が言う。1200キロメートル離れて、俺たちは一緒に暮らしてる。久しぶりに聞いてみたけど。 やっぱりいい曲だ。地域の天気予報が詳しく知れるようにドラマの世界が現実に近づいてきていますね少し前までは iPhone の天気予報が外れまくってイライラしていたのに気象予報士の仕事の成果なのですね感謝いたします内田くんが「桃も、確認しといて」と言ったように聞こえたけど文言 確認しといてだったみたい。菅波先生を超えたと一瞬思ってしまった。自分が恥ずかしい。モネの小脇に抱えられたサメのぬいぐるみテンパって抱えてる姿が可愛い。菅波先生からのプレゼントでしょうね。気象予報士と医者似ているのかもね。いつもモネに助言を与えてくれる。菅波先生、素敵すぎる。そして。 モネとスーちゃんに姿を見られることなくおじいちゃんおばあちゃんの荷物を運んだ宇田川さん忍者のようです。